はい、そうですね、まあ、今回は「アオウン・インストラクション」というタイトルで、やらせてもらうんですけれども、まあ、自分自身の取扱説明書みたいな、コンセプトなんですけど、まあ、いろんな場面でね、自分たちが踊ったり、振り付けしたりとかってすることがあると思うんですけれども、まあ、そういった時に、まあ、振付師の役割と、ダンサーの役割、このシーンでもって何を伝えたいのかとか、自分がどんな表現をすることが必要なのか、またはその振り付けと、ダンスっていうものとの関係性みたいなものであったりとか、相互理解みたいなものが、まあ、言葉で言うとね、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、まあ、自分なりに、まず何を必要とするかっていうことを自分なりに、消化しても、アウトプットしていくための、ヒントみたいなことを、まあ、伝えられたらいいかなと思ってます。ジャンルはですね、まあ、実践的に活用できる、事柄を伝えていきたいなと思っているんで、まあ、例えばアーティストの後ろで踊ることであったりとか、それからミュージカルのダンサーであったりとかね、まあいろんな場面があると思うんで、まあそういうものをちょっとトータルでいくつか撮ってもらえたらいいかなと思ってます。で、その中で、来てもらった、方たちの様子見ながら、ちょっと臨機応変に対応したいかなと思ってます。で、別にジャンル問わず、プロも問わず大丈夫です。まあ、なんだろう、一応ですね、まあ、ダンスのワークショップなんで、アップして、ルーティンをやるっていうことは、まあ、マストであるんですけれども、まあ、その中でちょっと実験的にいくつかいろんなことも、なんか普通のレッスンではやれないようなことをやりたいなと思っているのと、あと、まあ、3時間っていう枠いただいてるんで、その中でちょっと講義じゃないですけど、ちょっと紙とペンを用意してもらって、なんかちょっと講義的なものもやれたらいいかなと思ってます。はい、たった2回しかないワークショップですけど、たくさんいろんなことを伝えられたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。